あなたはアンドロイドと恋できますか？そんな乙女ゲーム、サクヤの実況プレイを今日もやっていきます。前回はこのダサいホットセーター姿のアンドロイド、サクヤをイメチェンさせようとショッピングに出かけたお話でした。今回は新しい服でテーマパークへと幼馴染のシンも加えて3人で向かうところからです。早速ご覧いただきましょう。どうぞ。そうして待ちに待った休日、私はいつもよりほんの少しだけ気を使って身支度をした。せっかくのお出かけですからね、おしゃれしていきましょう。昨夜着替えた？もうそろそろシンが迎えに来る時間になるよ、と語るのがヒロインの西野カタカナと名付けてプレイをしております。昨夜くんとは同じ家で生活をしております。着替えたよ。昨夜が自室から出てくる。わあ、思わず歓声を上げていた。新しい服を着た昨夜は本当にモデルのようだった。容姿端麗ですからね。すっごい似合う似合う、やっぱ奮発してよかった、このヒロインが選んだものを着てくれてるっていうのもね、嬉しいですけども、まあでもそれにしてもこの茶色に水色っていう組み合わせはね、結構だいぶ攻めましたね。でもアースカラーでうまくまとめ上がっております。ちょっと寒いから上着もう一枚着ようかな。上着って、あのお父さんの？お父さん西野博士ね、その西野博士によって開発されたのがこちらの昨夜くんでございます。やめて、本当にやめて、切実にやめて。まあね、お父様はもうすでにお亡くなりになっているんですけれども、思いを馳せてというところもあるんでしょうか。何もそこまで否定しなくても、せっかくかっこいいのにもったいないもん。まあカタカナがそこまで言うならやめとくよ。寒いのは我慢する。会いたくて震えておいてください。おしゃれは我慢ってよく言うしね。それにしてもカタカナはいつもと変わらないな。いつもより気を使ったはずなんですけどね。いつもより気を使ったつもりなんだけど、まさに、いつもよりはおしゃれなはず。印象が変わらないよ。やっぱりカタカナの服を買った方が良かったな。いいの、デートに行くわけでもないし、そんなおしゃれしなくてもいいの。それを言うなら俺だって博士のセーターで。マジでやめてください。あのセーターそんなにダサいかな。あのホットセーターね。昨夜がボソッとつぶやくと同時に外で車の止まる音がした。シンが来たようだ、幼馴染ね。うわすごい高級車だ。毎日洗車してんのかってくらいピカピカね。カタカナカタカナ見て見て、エンブレムにダイヤついてるよ。名前をカタカナにしたせいで擬音みたいに見えていますが、わ本物？本物だよ。周りも純金だし、アンドロイドの判定で言うなら本物なんでしょう。贅沢すぎ。エンブレムだけでいくらかかってるんだろう。見て見て、こっちにもついてる。うわ、お前ら早く乗れよ。まあ向かいましょうね。そしてカラーズランドにやってきました。カラーズランドに最後に来たのはもう軽く10年も前のことだ。主人公はね、設定23歳ですので、13歳、中学生以来ということになりますね。当然のように記憶していたものからいろいろと変化していた。前はメルヘンチックな感じだった気がしたけれど、今はすっかり近未来的な雰囲気になっている。ディズニーランドとかもそういう感じで変わっていくんですかね。新エリアが新しく公開されましたけどね。随分変わったね、ここも。そうだな。シンは最後にここに来たのっていつ？半年前かな。女がいたんですかね。結構最近じゃない？デートで来るような場所でしょ、だってこういうとこってね。ああ、ここはうちの会社とも提携を組んでるからな。その関係で。あ、仕事の関係で来たんですね。ネクストロイド社っていうね、アンドロイドの、最大手メーカーにお勤めでございます。だからね、あれだけ高級車に乗れているというね、キャラクターでございます。なるほど。あの、入場の受付にいる人って、もしかしてアンドロイド？ああ、一世代前の方だ。へえ、
この間の、ウェイターに比べると人間との差は分かりやすいけど、それでもすごく成功にできてるね。うん、この間のウェイターっていうのはね、シン君とお食事に行った時にレストランのウェイターをしていたロボットのことを指していますね。まあ、パッと見ではアンドロイドだとは分からないだろうけどな。前は受付も人間がやってたのにな。まあ、こうやって人間の仕事も奪われていくわけですよね。よくよく周りを見てみると、ちらほらアンドロイドらしき従業員の姿が見受けられる。まあでも感染のリスクとかはないからね、まあ本当にこういう近未来型のテーマパークはこうなっていくのかもしれないけどね。なんだか時代の流れをひしひしと実感した。うん、だからね、まあ本当に最小限の人とこう接しない部分っていうのね、接する部分っていうのを接しない部分に変えていくっていうのが重要になっていきそうだよね。人間とアンドロイドが日常生活で共存するようになったのは、私たちが生まれる前からすでに始まっていたことだ。うん、そのぐらい時代は進んでいるということね。けれどここ十数年のうちで急激にマシン化に拍車がかかったような気がする。うん、こういう進化ってのは急激に来るもんだよね。それをよく思わない人もやっぱりいるみたいで、アンドロイドの撲滅を唱える人の声も目立ってきている。不意に前に並んでいた人が入場ゲートの前で不自然に立ち止まった。お客様、チケットを所定の場所にかざしてください。あ、今やっただろうが。確認できておりません。それではこちらに直接提示してください。かざしたって言ってるだろうが、いいから通せよ。チケットの提示が確認できない限りゲートを開くことはできません。チケットを提示してください。うるせえ、お前が故障してるだけなんじゃねえの。チケットを提示してください。それしか言えねえのかよ。これだからロボットはよ、脳みそ鉄くずだからしょうがねえか。チケットを提示してください。はいはい、ほらよ、これでいいかよ。確認できました、お通りください。いるんだよなこういう人。アンドロイドってだけでわざと突っかかるようなことをするんだよね。うん、でも実際ね、このコロナ禍とかでそういう受付とかをロボットで導入したら、まあ、人間じゃないからかえってクレームを言わなくなったっていうケースもあるみたいだけどね。まあでも見た目が人間に近づいてくるとそれもまた変わってくるのかもしれませんね。だからわざとロボットっぽく作ってるらしいですよね、最近のロボットは。だからその辺もね、まあいろいろ戦略があるんでしょう。おい、カタカナ、ぼーっとしてないで通れよ。あ、うん。あ、サクヤ、ほら、チケット。サクヤ？あ、ごめん、なんだっけ。うん、サクヤくんもね、アンドロイド側だから感情移入する部分があったのかもしれませんね。まあ、このサクヤくんは西野博士が作った特別なものなので、より人間に近いクオリティの高いものなんですよね。だからパッと見本当にアンドロイドってバレないぐらいのクオリティになっているんですけれども、まあでも自分と同じアンドロイドがああいう風にね言われる姿を見て、うん、どう感じているのかね。チケット私が持ってたから渡すよ。うん、ありがとう。サクヤ、どうかした？え？なんかさっきからぼーっとしてるみたいだけど、やっぱり人多くて気分悪い？そう、人が多いところは苦手って言ってるんだよね。ああ、うん、大丈夫。本当に？うん、それより早く遊びに行こうよ。俺もここに来るの久しぶりだし、いろいろ乗りたいな。もうアトラクションで騒ぐような年でもなくなったけどな。まあ23歳ぐらいだったらまだはしゃいでてもいいような気もしますけどね。ふふふふふ。なんだよ、気持ち悪いな、その笑い方。いや、だって、ねえ。言いたいことあるなら、はっきり言えよ。シンは、今でも絶叫系の乗り物、苦手なの？苦手だけど、何か問題あるか？超クールに開き直った。つまんない。絶叫はお前ら二人だけで乗れよ。絶叫乗って取り乱すシン君が見たいな。ね、サクヤ。見たいな。乗った後に嘔吐するシン君が見たいな。マニアックな路線だな。お前に向かって吐くぞ。それはやめて。今日の服新しいんだ。服にかからなければ別にいいけど。いいのかよ。うん。だから、シンも絶叫乗ろうよ。乗らない。
大丈夫。吐きそうになったら俺が手で受け止めてあげるから。あ、袖にかからないように気をつけてね。ちゃんと一応ね、まくってるんですね。どこから突っ込めばいいのかわからない。あははは、二人とも早速いい感じだ。やっぱりここに来て正解だったな。うん、一応ね、この二人の仲をちゃんと友達にしてあげようっていう意味もあったんですよね。というのも、このネクストロイド社勤めのシン君が昨夜を売ってくれないかっていう風にね、まあ、持ちかけてきた話もあって、友達を売るなんてみたいな話でちょっとね、一揉めあったんですよね。だからここをまた修復させようと、昔通りの幼馴染同士に戻りましょうよっていう機会として、このカラーズランドにやってきたわけです。あ、お化け屋敷だって。あれ、こんなの前あったっけ。似たようなのはあったな。これよりもっと規模が小さいものだったけど。うん、でもこの時代のお化け屋敷だとよりリアリティな感じになってるんじゃないですかね。なんかすごい怖そう、面白そう。これ入ろうよ。あ、カタカナ、こういうの苦手なんだな。そういうね、お互い苦手同士のものがあるんですね。いや、そうでもなかったんだけどさ、この間見た映画が結構きつくて軽くトラウマになってるんだ。うん、この時代の映画だとね、 4K どころじゃなくて 3D ぐらいになってるんですかね。ホラーだとより怖そうですね。ああ、あのホラー映画、あれかなり怖かったもんね。今でも寝るときに思い出したりするんだよね。そうなの。あ、最近カタカナの部屋のドアが開いてるのってもしかしてその関係？うん、閉めるとなんとなく怖いから開けておいてあるんだよね。女子ですね。あ、なんだ、そうだったんだ。言ってくれれば一緒に寝てあげたのに。結構です。え、どうして？どうしても、うん、これはね、男として早くも意識しているんだろうかっていうところのね、境目の話な気もいたしますよね。で、入るのか、これ。入ろう。カタカナはどうする？入るよ。あ、待って、でもこれ同時入場は2人までだって。え？3人一緒には入れないのか？みたいだね。1人か2人でお入りくださいだって。1人とか無理だよ。無理無理。俺は1人でもいいけど。俺も大丈夫。私は絶対1人はやだ。じゃあどっちかカタカナにつくか。そうだね。うん、なんだかんだこういうところは優しいんだね、2人とも。どうする？カタカナに任せる。え？別にどっちでもいいけど。うん、男2人にそれは失礼な感じもしますけどね。どうしよう。うん、ここで選択肢ですね。まあ、昨夜か進化っていうところですけれども、まあ、このゲームのテーマがね、アンドロイドと恋ができるかっていうのがテーマになっておりますし、まあ、ここは昨夜くんの方を選んでおきましょうか。昨夜と一緒に入る。じゃあ、昨夜、一緒に入ってもらってもいい？うん、いいよ。お先にどうぞ。わかった。出口で待ってるね。さあ、どうなっていくかな？はい。入ってすぐに昨夜が立ち止まってこちらに手を差し出してきた。え、何？手つなぐ。え、なんで？カタカナ怖いんでしょ？そりゃあまあ怖いけど。いい歳して怖いから手をつないでもらうなんて恥ずかしすぎる。いいの？うん。そっか。昨夜は手を下ろすとこちらに背を向けて歩き出した。ちょっと後悔だって。想像以上にお化け屋敷の内部は怖そうな雰囲気だ。いくら二人で入っているとはいえ、いまいち心もとなくてそわそわする。ねえ、昨夜。昨夜？うん、どうしたんでしょう。異常をきたしたんかな。昨夜？反応がない。というか、昨夜、ちょっと歩くの早いよ。聞いてる？
こえてないのだろうか。昨夜はぐんぐんと先へ行ってしまう。どうしよう、暗くても昨夜の姿が見えなくなりそうだ。ピンチだね。いろいろピンチだね。昨夜くんも心配だし。急いで後を追わないと。昨夜、ま、出たー。結構ビビらせてきますね。早速出てきたお化けはやっぱり想像以上にリアルな作りだった。うん、これもアンドロイドなんですかね。おそらくアンドロイドなのだろうけど、人間が演じるお化けとは一味違った不気味さが醸し出している。まあもはやね、反生命体という意味ではもはや本物のゾンビなのではっていう感じもしますけどね。怖い。これは怖すぎる。何より、昨夜がいない。今のお化けに足止めを食らったせいで、もう完全に昨夜の姿を見失ってしまった。大ピンチ。一人で途中退場口までたどり着かなきゃいけないのだろうか。無理、無理無理無理。一人なんて絶対に無理。うん、こういうところこそね、アンドロイドとかがね、監視して助けてくれそうな気もしますけどね。どうなんでしょう、その辺の管理部分ね。というか、なんで昨夜先に行っちゃうわけ？あまりの恐怖に怒りすら湧いてくる。後で昨夜に会ったらめちゃくちゃ文句言ってやる。昨夜の嫌がることしてやる。フォークで皿ひっかいて変な音出してやる。これ嫌いなものなんですよね。怒りの衝動のままに震える足に鞭を打って先へ進む。怖い、怖すぎる。無理、もう嫌だ。昨夜のバカ。耐えきれず下を向いて走り出す。角に差し掛かったその瞬間、うわ、キャー、もう嫌ー。殴りかかる勢いで闇雲に手を振ります。うわ、だった。手首をつかまれ動きを封じられてしまった。カタカナ、落ち着いて。え？俺だから。落ち着いて顔を上げると目の前にいたのは昨夜だった。まあシルエットがそうでしたけどね。昨夜？うん、びっくりした。なんとも言いようのない、よくわからない感情が込み上げてくる。それが喉元までせり上がってきた時、私は思いっきり口を開いた。最低、最悪。なんで先に行くの？え、あれ、怒った？怒るに決まってるでしょ。意味わかんない。何なの？え、なんだろう。何が何なの？なんで先に行ったのかって聞いてんの。カタカナを驚かそうと思って、サプライズということね。なんで？こういう時じゃないとカタカナをからかう機会なんてないから。もう最悪、ほんと最悪。ごめんなさい。もういい。カタカナ、怒らないで。昨夜の困った顔を見ているうちに怒っていることがバカバカしくなってきたけれど、なんとなく収まりがつかなくてそっぽを向く。すると、不意に昨夜が腕を引っ張ってきた。ここでスチルなんですね。ごめん、カタカナ、泣かないで。優しいですね。じっくり見ましょうか。うん、こういう感じでね。まあ一応血しぶきとかもありますけどね。お化け屋敷なんですね。え？は、え、泣いてないですけど。泣きそうだったから。うん、目開けたバージョンもあるんですね。これも、まあ一応じっくり見ておきましょう。え？というか、何してるの？昨夜。なぜか抱きしめられて、頭を撫でられている。うん、なんか急接近しましたね。よく考えたら、昨夜にこんなことをされたのは初めてかもしれない。そもそも誰にもこんなことをされた覚えはない。なんか、なんだろう、妙な感じだ。泣いてる子をあやす方法。もしかして、この間の木曜洋画劇場？えん。あ、あのね、私、お子様じゃないんですけど、あと別に泣いてないから強がってますね。だから話して。うん。パッと昨夜が私から離れる。もう
怒ってない？怒ってないよ。そんな気はとうにそがれた。でも次に置いていこうとしたらフォークで皿引っかくからね。え、やだ、絶対やだ。じゃあこんなこと絶対にもしないでよ。うん、しない。カタカナに泣かれるのはフォークでお皿を引っかかれるよりも気分悪くなるし、泣いてないって言ってるんですけどね。嘘？泣いてないけど認めませんね。だから、はい。目の前に手が差し出される。この流れなら手をつないでもらうのが自然なんだろうけど、むしろ何としてでも手をつないでもらいたい気分なんだけれど、なぜだろう、妙にためらわれる。素直にうなずけないのは私が意地っ張りだからだろうか、そういうことなのか、ロボットだからっていう意識があるのかっていうところですよね。カタカナ？ああ。何かに思い当たったように昨夜が瞬きをする。そうして少し強引に私の手を取った。俺がカタカナと手をつなぎたいんだ。え？実は俺もちょっと不安なんだ。さっき出てきたお化け、すごく怖かったし。そう。うん。だから、手、離さないでね。うん。昨夜は人間だとか、アンドロイドだとかという以前に、大人だと思う。そうだね。察してそう動いてくれたんでしょうね。昨夜に手を繋いでいてもらったおかげで、なんとか出口までたどり着くことができた。結構怖かったね。夜寝られなくなるかも。その時は一緒に。あ、シンが出てきた。よ、早かったね。ここの構造も演出もすでに知っていたからな。ついでにアンドロイドの動作チェックしてきた。こう絶叫とは違ってこういうのは平気なんですね。職業病？いや、社畜？趣味だよ。ん？シンの視線が少し下にずれる。あ、そういえば、まだ昨夜と手を繋いだままだった。慌てて手を離す。気まずい雰囲気ですね。ん？まあ、シン君はね、このヒロインのことをどう思っているのかっていうのも気になりますしね。これはかなり恥ずかしい。でもね、いろいろね、断れないということはっていうのも思うとね、シン君もちょっとは気があるのかなっていう気もしますよね。それから一通り目についたアトラクションに乗った。シンは昨夜の強引な誘いをクールに受け流して、結局一つも絶叫マシンには乗らなかった。お化け屋敷にヒロインは入ったのにね、まあ交渉うまくできなかったんですね。アンドロイドでも交渉できないんですから相当ですね。待ち時間中は随所で作動するネクストロラッシュ製のロボットの動きを観察していたらしい。一応しんなりに楽しんでいたみたい。なるほどね。職業的な感じですね。まあ好きでその仕事してるんですもんね。少し休憩しようか。ちょうどフードコートあるし、まあという場面ではあるんですけれども、まあ区切りもいいのでこの辺にしておきましょうか。人間とアンドロイドが共存する世界もそう遠くない気もいたしますが、まあ、ちなみにうちのルンバは犬のトイレシートを全力で吸おうとするので、まだまだ他人事に思えてしまいます。ただもしこのルンバが犬のトイレシートを吸わない、そんな気遣いのできるやつになったら可愛い、好きとなっていくのも、まあ、ありえない話でもないのかもしれません。まあ、ビジュアルとかもね、もしかしたらね、お掃除ロボットとかね、お綺麗なね、姿とかに変わっていくのかもしれないしね、まあ、その辺も家事ロボットとかもね、どう進化していくのかわかりませんが、まあ、咲夜くんもね、お家で料理してくれたりとか、家事ロボット的なね、役割も果たしてくれているので、まあ、そういう意味では、まあ、他人事としては、なんか見切れない部分もあるんですけどね、まあ、そんな感じで、まあ、引き続きやっていきましょう。まあ、ひとまずね、ロボか人かは抜きにして、そんな感じで男性目線で彼の気持ちを紐解く乙女ゲーム実況のコンセプトで、こちらのチャンネルでは今後もやらせていただきます。お気に召した方は高評価とチャンネル登録のほどお待ちしております。いつもご覧くださっている方もご覧いただきましてありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。